次に、すでに企業に在職されている方のための訓練、能力開発セミナーについてご紹介しましょう。能力開発セミナーは、在職者の方を対象として、機械、溶接、電気、制御など、ものづくりに特化した技能向上を目的に、2日から5日という比較的短期間で勉強するセミナーです。また、日程が合わない、企業の実情に合わせた研修を実施したいといった要望があれば、オーダーメイド職業訓練を設定したり、出張セミナーを実施することも可能です。技術革新の進展や産業構造の変化に伴い、多品種少量生産、生産性の向上を担う優秀な人材を育成することが重要な課題となっています。在職者訓練はまさにこのための専門的な知識や技能、技術を習得することを目的とした職業訓練です。毎年30コース、300人以上の訓練を実施しています。今回、磁気溶接の講習に来ました。普段は CO2 の溶接なので器具にはあまり慣れていません。ここでは分かりやすい先生の指導のもといろいろ学べるので、今後の仕事に生かしていきたいです。